IVE のウォニョンといえば間違いなく K-POP 第4世代を代表する人気知名度の女性アイドルです。その美貌はもちろんですが、アイドルとしての才能とカリスマ性でも知られています。元 IZONE のメンバーであるウォニョンを知らない K-POP ファンはほとんどいないでしょう。ウォニョンがアイドルとしてデビューした頃からずっと変わらないのはサラサラの黒髪ロングヘアです。様々なスタイリングを施しながらも、彼女がこの業界で活躍してきた数年間、カットや色はほぼ変わりませんでした。最近ネット掲示板にウォニョンが前髪を切った写真が投稿されると、ファンは今までにないスタイルのウォニョンに熱狂しました。前髪のあるウォニョンの写真がさらに何枚か投稿され、そのあまりの可愛らしさにファンからは称賛と感嘆のコメントが寄せられました。しかし最初の画像も他の画像も、ウォニョンがスタイリストに前髪を作ってもらったらどんな感じになるかを見せるためにファンが編集した加工写真であることに多くの人は気づいていませんでした。編集は非常によくできており、予想通りウォニョンは前髪があってもない時と同じくらい美しいことを証明しています。この投稿のコメント欄でのネットユーザーの反応は様々です。加工画像だと気づかなかった人もいれば、前髪がとてもゴージャスなので本物であってほしいと願う人もいます。前髪があるとウサギっぽく見えて可愛い、前髪を変えるだけでまるで違う人間のようになる、前髪を切ったスタイルもウォニョンによく似合う、ウォニョンはどんなファッションも髪型も似合う、なんてこと、ウォニョンは早く前髪を切るべき、実際の話ウォニョンはいつも最高に可愛い、うわぁこの前髪は本物だと思ったよ、どんなスタイルをしようと彼女はゴージャスに見える。果たしてウォニョンがこなせないスタイルなどあるのでしょうか。